ペンのおまけじゃないですけど、ほんのちょっとだけ追加されただけのシーンでものすごい反響があって、私たちもちょっとあ、すごいこれ百英雄伝を楽しみにしている皆さん、はじめまして、もう知っているという皆さん、ご無沙汰しています。百英雄伝ライジングのシナリオを担当させていただきましたさとみです。それでは今回初公開となります百英雄伝ライジングの開発中映像を見ていきましょう。百英雄伝ライジングは百英雄伝本編の前日談となる街づくりと宝探しをテーマとした横スクロール型のアクションロールプレイングゲームです。舞台は百英雄伝本編の世界の辺境にあるニューネバーという町。鉱石の採掘で細々と収入を得る寂れた田舎町だったのですが、数ヶ月前に起きた地震で町の地下に古代の遺跡が発見されます。それを皮切りに一攫千金を夢見る冒険者や商人たちが世界中から集まってきて、にわかにお宝ラッシュに活気づくようになりました。百英雄伝の世界ではプライマリーレンズと魔導レンズという魔法の源になる遺物と古代遺跡が世界観とストーリーのキーになっています。そのレンズが見つかるということで誰も彼もが血眼になっているんですが、実はこの町の地下に遺跡があるのにはある秘密がということで、百英雄伝本編でも重要な役割を担う古代遺跡と魔導レンズをめぐる血なき肉踊る冒険がライジングのストーリーの腰になっています。百英雄伝本編にも登場する主人公たちは遺跡でお宝を見つける傍ら、地震で被害を受け財政難に苦しむ町の復興にも尽力していきます。その過程で遺跡の発掘に反対する人々と冒険者たちの圧力を解決したり、お互いが宝を追い求める意味を知り関係を深めていきます。そしてそんな宝探しの冒険の裏では、やがて世界を揺るがすことになる陰謀の影がちらほらとというわけで、百英雄伝本編につながる情報が散りばめられた百英雄伝ライジングをお楽しみいただければ幸いです。